そうですね、まあ、残り試合も少なくて、ホームで戦える大事な一戦だったので、そういった中で、勝ち点は 何が何でも、取りたかった部分だったと思うので、まあ、それが、まあ、最低限ですけど、取ることができて、まあ、また次に、つなげて、準備ができるような、状況にはなったかなというふうに思います。まあ、立ち上がりから自分たちの表現したい部分だったりとか、準備してきた部分というものはすごい表現できていたと思いますし、ただまあ、ピンチの部分だったりとか助けられた部分というのはすごいあったと思うので、まあ、90分間通して勝てたというものは良かったと思いますけど、その中で、勝って改善できる部分はすごくあると思うので、次節に向けてしっかりと準備していきたいなというふうに思います。まあ、練習の中でも、しっかりと、前のチャレンジだったりとか、前に向かって、進んでいくっていうところは強調されて言われている部分だと思うので、まあ、そういったところは試合の中で、みんなの共通意識としてあったと思いますし、それが得点だったりとかチャンスの部分につながったっていう、部分は自信につながると思うので、またそれをまだまだ得点に結びつけられる部分もあると思うので、さらに改善していい方向に持っていきたいなというふうに思います。ここ最近ゼロで全然抑えられてなかったので、まあ、しっかりと後ろが無失点で抑えるということは勝ち点は必ず取れる、最低限の勝ち点は取れる状況に持っていけると思うので、まあ、それは最低限毎試合、ベースとして、狙うべきところだと思いますし、まあ、しっかりと後ろが攻守において、表現できていれば試合90分間通しても素晴らしい結果を得られると思うので、さらに継続して、そういったところもこだわってやっていきたいなと思います。すごいクオリティの高いチームですし、アウェイっていうところでいろんな、プレッシャーだったりとかもあると思うんですけど、まあ、その中で本当に自分たちが自信を持って、ピッチに立って、しっかりと表現して、いくっていうことが、何より必要なことだと思うので、そのために、しっかりと、いい準備をして、臨んでいきたいなというふうに思います。今シーズン残り2試合で痺れる試合しかないと思うんですけど、まあ、その中で、まず一戦一戦、しっかりと全力で、戦って、しっかりとそのための準備をして、やっていくことが大事だと思うので、まあ、気持ちを前面に出して、しっかりとみんなで一丸となって、責任を背負いながら戦っていきたいなと思います。いつも応援ありがとうございます。しっかりと、勝ち点3つかみ取って、残留に近づけるように、チーム一丸となって戦ってきますので、まあ、また、アウェイで足も運べない、サポーターの方々のためにも、しっかりとその思いだったり覚悟というものを背負いながら、しっかりと戦っていきたいと思います。テレビの前で応援よろしくお願いします。